来たわ。見てください、このイワシ。一見ニシンかと思うぐらいでかいイワシがこう入ってきたんですよね。最近、イワシがすごくいいんで、どっちかって夏向きの料理だったんですけど、冬でももちろん美味しい、今回登場させようと思いました。今回のイワシを使った、料理もですね、リストランテ花田の私の師匠、ルイジ・フィダンザさん、ルイジさんから、40年ぐらい前に教わったレシピ、それを作っていこうと思います。こんなに大きなイワシ使う必要もないです。普通に手に入るイワシを用意していただければいいかと思います。では作っていきましょう。はい、じゃあイワシですね、これの頭を取ります。でかいな、しかし頭、そして内臓を取るんですけども、この腹のところをこう切って、そしてこの内臓を取り出す、取り出していって、これを水洗いしていきます。水洗いですね。こうやったらすごい白がついていますね。これはまあこれ本当塩焼きするだけでもすごい美味しいでしょうね、これ。はい、こういう感じで血合いのところを落とします。そして以前の動画で、イワシのパスタを作ったんですけども、その時手開きっていうのをやりました。1匹だけ手開きやってみましょうか。手開きはですね、この本当指だけで開いちゃうんですね。こういう感じで骨の部分を、めくり出します。でちょっと持ち上げるとこういう感じになってきます。そしてこちら手を入れ替えて、この腹骨の下からこう指を入れてってですね、この腹骨、このお腹の細かい骨がありますよね、これの下から入れてって、今度は上の方の骨を持ち上げます。そしてずっとこう持ち上げてくると骨が外れてくるのと同時に、この細かい骨も取れるんですね。包丁もなしで開いてしまうという。でここを取って、あとここの背びれ、ここが硬いですから背びれを外しちゃいます。こんな感じです。これで、骨を取ってしまったと。こういうやり方でももちろんいいですし、今日はちょっと下ろしていきましょう。包丁をこの骨に当てて、でこのまま一気に引いていけばこういう感じで折ります。で裏返して包丁を当てて、そして腹のところを少しすいて、こういう状態ですね。腹をすいて、はい、こういう感じで下ろしていきます。硬い部分、背びれの部分ですね、これもちょっと引いておきます。こういうとこは、はい、こういう感じでですね、3枚におろしました。では酵素パン粉を作っていこうと思います。パン粉はもう普通に買える市販のドライパン粉、これをイタリアっぽく細かくしちゃいますね。ジップロックに入れて、これを綿棒で簡単に細かくなりますからね。フードプロセッサーに入れてもいいんですけども、細かくなりすぎちゃう。はい、大まかな大きいとこだけ、こんな感じでいいですね。でざっくりと、まだ大きいところも残ってますけども、ざっくりとこれをもう一回ボウルに移して、はい、そしてここに、ニンニクのみじん切り、これも本当分量好みですね、もしくはすりおろしたもの、
あとね、こういうオイル漬けにしたものはオイルなんかをちょっと入れてもいいと思います。オイルをちょっと入れる、ドライのオレガノ、軽く潰しながら入れる。今回のオレガノ風味って書いてましたので、まあ、ルイさん自身オレガノも結構使ってたのでオレガノをちょっと多めにいきましょう。分量適当です。一応あのルイさんの方の分量は書いておきますけども、あとは適当です。でパセリのみじん切り、このパセリのみじん切りは結構彩りにねいいんで、これ全部入れちゃいましょう。そしてあとローズマリーのみじん切りをここに加えます。ローズマリーはこの枝の上に伸びてる方を上からこう持ってくるとほぐれます。こんな感じですね。はい、このようにちぎってですね、これを切っていきます。やっぱりローズマリーって本当に香りがね、イタリア料理の香りですよね。やっぱりハーブ、薬味の香りを嗅ぐとその、国の料理が思い浮かぶ。イタリア料理に知り合って、あのローズマリーとこのオレガノ、まあ、もちろんバジリコなんかもそうですけども、そういうハーブの香りっていうのはとっても大切ですね。はい、このように細かくしたものをボウルに入れます。ではおろしたイワシ、これに塩をします。まあ、両面にしましょうか。ですからそのことも考えて、適量の塩、まあ、適量の塩はまた難しいかもわかんないですけども、まあ何でもそうだと思うんですけどね、まあ、スポーツに関してもやっぱり何度かやって慣れるってことが大切ですよね。料理の塩加減っていうのはやっぱ基本なんですけども、ちょっと慣れないと難しいかもわかんないです。上からまんべんなくこう塩を振ります。はい、そして今度これをこういう耐熱の器、まずオリーブオイルを入れます。ちょっと多めでいいですね。でこんな感じで入れてですね、イワシを並べていきます。ちょっと最初のイワシでこうやって全部広げます。まあ、あんまり重ならないように、ちょっとだけ残ったな。浜田さん、なんかこれだけ焼けるものなかったっけ。はい、ちょっと浜田がいい大きさのものを見つけてくれたのでここにも入れましょう。家庭だったらオーブンパンっていうのかな、あれがちょうどいいかと思います。一回オーブンから出して、そしてまた加熱をするんですね、直火で。で加熱をしてビネガーを振りかけるんで、オーブンと両方使えるものがいいです。でここで先ほどのパン粉、ニンニクがダマになってるからニンニクよく混ぜます。ハーブの香りがすごいいいですね。ニンニクも程よく効いてる。ハーブ、一応今日目安のハーブですけども、これもお好みのハーブでいいと思います。そしてちょっとねオリーブオイルこう湿らしておくといいんですよ。ちょっと事前にオリーブオイルをこう大さじ2ぐらい入れちゃいます。で、こうやって混ぜておくのね。そうすると割と均等にオイルがいきます。そしてパン粉を振りかけていきます。ルイさんは結構ねもう満パンにかけてましたね、イワシが隠れるぐらい。そしてそのパン粉がまた美味しいんですよ。こんな感じで、でこれ残ったものは冷凍庫に入れておけばまた何かの時使えますし、なんかまかない使えますか。じゃあとりあえず返しておきます。そしてこの上からですねオリーブオイルをさらにかけます。これ本当はルイさんたっぷりかけてましたけども、ちょっとやっぱりこんな感じでいいかな。私もたっぷりかけるの好きなんですけども、やっぱり時代とかいろいろあるんで、まあ、全体的にこうかかる程度これぐらいです。じゃあこれをオーブン入れましょう。はい、じゃあ200度15分入れましょう。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おお、いい感じいい感じ。こちら持ってきて、そしてこのまま食べてもいいんですけども、これを
ルイさんはですね、こうやって熱々のところにワインビネガーを振りかけてました。白ワインビネガー使いますけども、普通の醸造酢か何かでもいい。こんだけたっぷりかけます。結構過去の動画においても、私はビネガー最後にかけるという料理結構頻繁にやってますけども、味がともかくしっかり締まりますよね。そして、臭みっていうんじゃないですけど、変な嫌味の嫌な匂いがやっぱり飛んでしまう。そういう意味合いも持って、ビネガーで最後に締める料理っていうのは好きです。で、入れたらやっぱり火を飛ばしてみて、火をしっかり入れて、きつい酸味は飛ばしてみてください。はい、こんな感じでもうこれで OK。 これは熱々食べてもいいし、冷ましておいてですね、次の日もしくは 2,3 日後、食べてもらってもいいです。はい、味見をしてもらおうと思います。うちのイケメンソムリエの杉沢の、彼の尊敬する2人の上司ですね。じゃあ鈴木さん、瀬川さん。はい、失礼します。鈴木もちょっと格闘系で、キックのあれはどんな感じなの？いや、一緒です、はい、瀬川さんも同じだよ、はい、じゃあこれをこっちから食べてください。はい、ちょっとね、今焼きたてだから、もう少し馴染んだ方がね、本当は美味しい。ちょっと寒、ちょっとむせるかもわかんないけども、ちょっと食べてみて。はい、いただきます。いただきます。あ、そうそう、うん、熱い、うん、まだ熱いのね。ちょっと酸味がまだ強いかな。うん、そうですね。でもこれ少し時間を置くと酸味が馴染んできます、うん、白ワインが欲しいですね。白ワインですね完全に、うん、白ワインだったら何でしょうか。なんかイタリアだったらアルネイズとか、あとビオニエとかの辺もなんか、うん、とかあと香りの トーストの香りとか、うん、ビネガーも塩加減もすごく美味しいですね、うん、美味しいですということでですね、セガがもう戻ってきて、ちょっとこの人誰という人はですね、パスタ進み、はい、ちょっとこの数本前の動画ですね、見ていただいたら経緯もお話ししています、今この2人と、杉沢、そして若手のスタッフみんなでこうサービス陣は回っています。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、今回もルイさんの味で、1本取りました。毎回ルイさんの味の時に話をするんですけども、やっぱり思い出の味、いつまでも大切にしたい味、そういうものが自分の心の中にあると、それがですね、見てくださってる皆さん、なんか繰り返し作ってくださってお店に来てくださる方がいらっしゃるんですよ。で、その人はその人の味でちょっとずつ私のレシピを参考にその家庭の味に作ってくださってると思うんですけども、そういうものを皆さん大切にしてください。それがずっとね、家で作り続けていただければ、本当に YouTube をやってる甲斐があるなっていう感じがします。ではまた次回、チャオ。